大竹紳士交友録今日は古谷恒平さんがお休みということで引き続きメールファックスをご紹介しますはいさあじゃあ今度ミーホーさん、はい、お願いします、はい、あじゃあこれこれにしましょうはい。ラジオネームどら焼きさんですはい、えー、埼玉県朝霞の方ですはい 知り合いの3人兄弟が、えーうん、どれが誰の歯ブラシなのか分からなくならないように名前を書いておきなさいと母親に言われ、うん、長男と三男は自分の名前を書いたのですが次男は歯ブラシに「歯ブラシ」と書いたそうです。<laughs> 名前を書くって難ししいいいでですねっていうことでエピソードでした

えー、我がが家のの三人娘はなひらでで歌手の名前です、うん、長女は12月3日生まれで123と元気に歩んでいけるように「歩み」あはいうん。ブルーライト横浜の石田歩由美さんから、うんえー「本当は男の子の名」しか考えておらずその中に「歩み」があったんです、はい、次女は前年の「紅白」で「赤とんぼ」を歌ったきさおりさんから「沙織」。 ええ、三時は家内が女の子ならコをつけたいと小柳ルミ子さんからルミ子です。にぎやかな女家族です。素敵な方、素敵なねえねえお手良の方ばかりで、一に三と歩んでいけるようにキオコかと思いましたけど最初ね。ではなかったです。チーターじゃなかったですね。ねえ歩み歩みさん。りオリサオ あゆみさん、さおりさん、るみこさん。でもいいね。うん。そうか、そうね。素敵なお名前。歌の方からつけるとかもあるわけね。多彩な方たちばかりじゃない。あの、や、歌手歌手もされ、役者もされ。ね。いいお名前。うん。いいですね。はいはい。あ、続いて。私。はい。はい、参りますね。ええ。神奈川県の。ラジオネーム、ガッテン花子さん、五十歳の主婦の方からです。こんにちは。こんにちは。 我が家で飼っている猫の名前の呼び方が1年の中で変わります12年前に飼い始めた猫ですが名前を決めるとき私も主人も両者譲らず結局我が家の猫は名前を2つ持つようになりましたアメリカンショートヘアで私の希望は雨。 主人の希望は8月にやってきて体の模様がスイカに似ていたのでスイカです揉めに揉めてしまい結局1年のうち10月から3月は私の希望の雨と呼び4月から9月までは主人の意見に従ってスイカと呼ぶことにしました <laughs> そな,まなので今は雨と呼んでいます <laughs> まあ猫にしてみればどっちでもいいんじゃないと振り向く顔を見るとそう思えてきてどうでもいいように思えてきますがでも絶対譲りたくないので両者どちらか譲るまで この二つの呼び方は継続しそうです。私は絶対譲りません。もっともっと長生きしてねですって。<laughs> 呼ばれる方大変ですでこれね。<し>すごい雨ちゃんとスイカちゃんね。ね <laughs> ああいかあいカちゃんみたいなたな,んたなんか混ぜて。<え> <laughs> いや絶対譲ら絶対譲らないから。でもすごいよね。サマーネームみたいになってて四、うん、から九までスイカちゃん。 十から三はアメちゃんすごいわねでもなんか十二年前に飼い始めた猫ちゃんでしょでそれでずっと未だに譲られてないんだからうまいことされてるじゃないかしらね猫ちゃんもちゃんとそうそう猫ちゃんもちゃんとそう。そとしててないかもしれないでもえこの時期だけはお二人ともアメちゃんとかスイカちゃんって呼んでるってことかしらね時期で区切ってんの不思議ね ね、面白い、ね。そういう名付けのパターンもあるんですよ、えー、ね。名前そ,そのパターン初めて聞きました。私も初めて聞きました。ありがとうございます。<う>はい、じゃあ、美穂さん。てますかはい、えー、港区ママシャン、六十一歳。シャン、ママシャン。ママシャン、ママャンはい。六十一歳の方です。ええ、同級生のお名前がすごかったです。はい、ご両親が名前を決めようとすると、大反対にあったそうです。四、うん、人の祖父。 母がつけたい名前がそれぞれあり、はい、全部はつけられないので絞りに絞って二つになったそうです、うん、父方バーサス母方の戦いになったそうです、うん、で結果どちらにも決められず二つともつけたそうで<え>ざっくり書くと〇〇の神と〇〇の助という名前になったと聞きました今六十一歳にお名前六十一歳お名前に年齢がついた感じ うん？追いついた感じがします。どうせなら四つつけてしまえばよかったのにねとよく話していましたね。<え>丸の丸の新丸丸のスケっていう名前になったってことですかね？あなんかつなげてそうかそういうことよね。名前が二つあるわけじゃなくて、うんうんうんだからえ？京のスケ京の新みたいな名前, <laughs>、うん、名前ってことそ？そういう名前なのか。そう。つなげたってことか。つな、うん、げた。京の新京のスケみたいなことよね。うん、か京の新正之スとかなんかそういうことよね。 すごいわね。つなげたんだ。でもまあ外国だとね、あのよくほらミドルネーム。そう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 。ピカソもピカソもすごい長い名前だったりとか。パブロ・ディエゴ・ホセ・フランチェスコ・トポールジャみたいなそういうのがあったっていう。そうす覚えてる。私中学校の時にちょっと覚えてた。そういう感じかしら。ねみざみんな譲らず。譲らず。

えー、続いてラジオネーム、はい、佐藤茶さんで阿佐ヶ谷姉妹のお二人砂山さん自宅で聞かれている大竹さんこんにちは。今日のテーマ名前にまつわるえとせとらですが、はいえー、私の本名は同姓同名が多くて。 うん。えー、小中学校の時は同姓同名の方が全校生徒の前で表彰されることが多く、憂鬱でした、はい。憂鬱だったんですか。<laughs> まあそっちばっかり褒められてますよね。ねねえー、先日はハローワークで過去のすべての職場を、はい。はい え雇用保険番号で出してもらったんです、はい、そこに自分が働いていない会社のものがありました<ら>自分はその時期別の会社で働いていたのにもかかわらずです。うん、ハローワークの方に調べを要請してその会社の利益は自分ではないので消してもらいたい旨を伝えましたができないとのこともう何十年も昔のことですし何の不都合もないと思うのでと。 なんだか何よりもその対応にモヤモヤしてしまいましたが。今日のこのテーマを聞くまで忘れていました。過去笑い、思い出させちゃった。え、さっさと名字を変えたかったのですが、結局50年経ってしまいました。同い年。ね。同姓同名、すごいの。私もそう。渡辺。渡辺。渡辺。は、ね、あの、わうちの高校、女子校だったんですけど。私。や、こ、高校。ん、こ、高三の時かな。 高一高認に一人ずつい来、渡辺恵子、渡辺いこさんが。んうん、そう、そのぐらいだから、うん、ね、芸能界でも、渡辺えりさんが、今ね、もともとえりこさんでらしたから。うんうん、どうしようかなと思ったけど、うん、渡辺い子のまま、悩んだまま来ちゃったけど。そうね。うん、でも美穂さんが、こんなに、木村美穂も、こんなにいると思わなかったから。どちらも、ね。そうあの学校とかで、かなんか、直接こう知り合いで。木村美穂さんは。うん あったことなかったですよね。そうそうロケでね。そうね。全国の木村美穂さんには会いました。今日はだからこのテーマでいろんなことを思い出させられる。美穂さんも木村美穂ロケをしたっての忘れてたし、この方もご自身のねその経歴のねお話を思い出させてしまって、まあいろいろ人に歴史ちゃいす。ありがとうございます。もう一枚行きますね。行けか？はい。はえとねじゃあねはい。 えー、神奈川県の、えー、ちっちきちいさん三十二歳の方です、うん、こんにちはこんにちは 母が刺繍が得意で持ち物には母が名前を刺繍ししてくれましたうん、うん、ハンカチからバッグやポーチなど布のものなら何でも刺繍してくれて子供ながらに嬉しかったのを覚えていますうん、うん、が修学旅行の時ににはパンツにも名前が刺繍ししてありました、うん、それも目立たないところにしてくれればいいのにお尻の部分に刺繍がしてあって自分では見えないのですが友達から「お尻に名前発見!」とかからかわれて恥ずかしかった思い出があります。うん、お尻の部分ってすごいわね <laughs>、うん 結構大きく刺繍したと、普通こ前とかだったんゴムの。そゴムのところとかにあったりするけど。お尻に長い発見ってかわいい感じ、し、してくれた。かわいい感じだったのかあ、どんくらいだったのかにもよるわよね。あの、お尻二つにこう。そう、だから、み。左、左尻にみ。右尻にほみたいな、なんかどっち、そう、ど、どっち逆。どっちかわかんないけどね。そんなに大きく。じゃないか。ない。 ああ、わかんないけどね。巨大な。可愛いけどね。ねいや、どんな風に刺繍され。愛がある。でも、そうよね。お手間だものね。すごいお話ね。はい。さあ、じゃあ。曲いきましょうか。はい。これが今日のラスト選曲になります。最後は。お姉さんですね。私の選曲です。では、お姉さんから曲紹介お願いします。はい、それでは、お聞きください。中島みゆきさんで、あの子。 さあお姉さんの選曲でお姉さんが中学時代よく聴いたという中島美雪さんであの子をお送りします <laughs> まそんなこんな感じの心境の時があったんそうだったんでしょうでもそうなのかしらなんかね、うん、そして恋してたりしたのかしら、うん、でもやっぱりどっか自虐的な女だったんでしょうねまたちょうどエリコ学校に入ってなかったっていうのもあるんだけど、うん、この歌詞の中にね、うん、何かこうちょっとうん ちょっとシンパシー感じて毎刺しゅうにねこのを詩を詩集めてメモってますね松任谷由実さんの歌だ<ー>お歌だったりそのこちらの中島みゆきさんのお歌これ以外もねあの歌書いたりとかして気に,な気に入った詩をこう書いたそうそう書き写してねうん、うん、それを見,見つめるみたいな時期があったんですけど<う>、はい、このあの子も。 書き写してましたね。あ<ら>うん、何だったのか、しら中三とかで。中三時にね。また夜が明けるっていうのを、受験勉強の時に。夜中の四時とか,5時とかに、うん。聞いてるわけ。聞いてましたね。<laughs> うん、不思議な。どういう心境で聞いてたのかしら。うう本当にわからない。<laughs> その時に誰かも、熱烈に好きな人がいてとかっていう。よりも。うん そういう状況情景に何かこうちょっとなんか投影す自分をちょっと投影するのが好きだったのかわからないけどねそうそ、ん、うん、で私あのだからちょっとマイナスエリコって名前がそんなに当時はあんまり好きじゃなくて、うん、なんか、うん、ち,ょちょっとねその古,古風なイメージだったからなのかわからないけど。 でもう、あのーまあ、占い名,前名前占いとかあったりするじゃし、ねうん、生命判断か、うん、それをねあの阿佐ヶ谷の声優でねあの無料生命判断っていうのをされててね阿佐ヶ谷の,あのスーパーがあるんですけど駅前に、うん、そこで生命判断されてたことがあってね、うん、でそれは結局そこの流れから何なんだったかね印鑑を売ろうとされてたのかな。 んかその何かの,その勾配につながるようのな何かだったんだけどで私はやっぱりちょっとマイナスのこと言われてなんかすごくあの決断力がないとかでんすごくそのなんていうかこういろいろといろいろ運がねあないですみたいなことも言われててあでもそうなのかなと思って結構30分ぐらい聞いてたの。で聞いててふってみたらえりこの「り」が。 理理科ののになってたのね、うん、私は「里」っていう字なんですけど漢字間違えられやすいもんねそうそう。で間違えたまんま30分私はずっと悪いこと言われててうん、うん、なんかね全部違うのよ全部違うの。なのにそうだなとか思ってて、うん、で買わなかったのハンコ <laughs> そんこ。 いや、よかった、よかった <急に S 2> ていい。ってそう、買わなくていいんだけど、なんかその、やっぱり名前って何なのかしらね。え、だって、エリコが良くないって言われてても、渡辺のハンコ買うんでしょああ。あれ、違う、なんでこ、えりこだけのハンコって実員。実印、実印 <laughs> 見た。フルネームみたいな。やつだったんです。あ、ごめんなさい、急遽、んな,んなっちゃいました。ね、時間来ちゃいました。はい、以上、大竹紳士交遊録でした。明日火曜日は、深澤真木さんがいらっしゃいます。